この動画は大陸版の情報を元にしています。大陸版ではアップデートのたびにキャラの戦力調整やバグ修正が入ることがあり、時期によって評価が変動しました。そのため日本でもリリース版と仕様や性能が変わる可能性があります。ご注意ください。リリースが楽しみなエーテルゲイザーだけど、大陸版をプレイしてる経験をもとに先行でこのゲームのキャラを紹介していくよ。最高レアの S ランクキャラ6人の紹介は済んだよね。今回から2番目にレア度の高い A キャラの紹介していくわけか。 A キャラは入手もしやすく戦力になるキャラが多い。そしてランクアップである超越も容易なんだよね。無超越の S キャラより超越を重ねた A キャラの方が強くなる場合が多いよね。それだけ頼もしいので無課金はもちろん、課金ユーザーでも重宝することになるよ。 A キャラはトリプル S までの超越を目指そうね。そうしたら見違えるくらい強くなるから、おそらく序盤から数人をお迎えすることになると思います。普通に育成推奨のキャラも多いので育成優先度を確認していくね。さあ、今回はどんなキャラの紹介になるのかな。確認してみようか。今回はつくよみを紹介します。つくよみは限定募集で大陸版は S ランクのバージョンも実装されていたね。日本版でどうなるかわからないけど、S ランクの方がリリース後に期間限定でガチャが実装されている可能性があるね。S ランクのつくよみはエーテルゲーザーで最強クラスのアタッカー。それじゃあ A ランクの方のつくよみはどうなんだろうね。見てみようか。設定的には無変貌天狗の師匠でもあり、舞台長を務める実力者なんだよね。ゲームの性能的にはどんな位置づけかな。配置についた。行動を開始する。月食の時か。狩りなき年月。望月。今の私にできるのは刃で道を切り開くことのみ。 A ランクのつくよみだけど火力は申し分ない。スキル2と3は通常のスキル攻撃と別に、神器が満タン時に神器を全て消費することで強化されるんだよね。神器については通常攻撃とスキル1で貯めることができるよね。どちらも連続攻撃で効率的に神器を貯めることができるよ。戦闘中意識してなくても気づけば神器が満タンになっているので、強化されたスキル2かスキル3を使うことが多いと思う。それぐらい満タンになりやすいんだね。各スキルのクールダウンを待っていたらその間に溜まっているイメージかな。その神器を全消費するスキルの火力は高い。しかも複数の敵に同時ダメージを与えられるから相当にも向いています。火力が高くて単体で使った時の神器の溜まり具合も良さそうだね。でもそこまでおすすめ度は高くないようだけど、何か理由があるの？せっかくの大火力は出るけど攻撃モーションが遅くて隙がある。攻撃を受けやすいのは近接タイプあるあるだけど、つくよみは攻撃アクション中もダメージを受けやすいんだよね。
ラリカ力のラヤがあるのはいいけど、武器が大きいとちょっと使いにくいよね。さらにせっかくの大技を出せてもきちんと命中しないと意味がない。羽が大きい技だから避けられたりかすめたりして本来のダメージを与えられないことが多い。火力があるけど隙が大きいと命中させるのが大変なんだね。他のキャラで相手を止めたり、やっと回復からの陸炎山を利用すれば対策できそうだけど、新規が満タンの時とタイミングが合わないんだよね。他のキャラからの状態異常やジャスト回避が成功するまで新規満タン状態をキープすると攻撃回数が減ってしまうし、きちんと命中させるのが難しいんだね。操作スキルも必要そうだから進化を発揮させるのが難しそうなキャラってことか。神王は他のキャラも火力があったり使いやすいキャラがいるからね。育成優先を考えると A ランクの強みはちょっと低めかなと思います。とはいえ火力があるキャラなので使いこなせば活躍はしてくれると思うけどね。コスパが悪いだけで弱いキャラではないから、気になった人はぜひとも育成して活躍させてみてね。というわけで今回はつくよみを紹介しました。今回はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。今はまだ気を緩める時ではない。あなたの登録でモチベーション、チャンネル登録お願いします。